北斗神拳究極奥義無双転生。体得者不在の奥義を目の当たりにしたラオウ。その精神は臆せずとも肉体は恐怖に打ち震えていた。かつては生き方を否定し軟弱者と断じたケンシロウにひるむ事実を認められず、ラオウは怒り狂う。認めぬ。ましてや俺は北斗の血を継ぐ。ラオウにあるのは全身勝利のみ。無双転生を砕くため無敵の剣天将本列を繰り出す。ケンシロウにも後退はない。天将本列をその目に受けるもラオウを迎え撃つ。自らの命を捨て末帝ケンシロウを睨むラオウ。この目をえぐれ、この腕を砕け。されどお前には死あるのみ。兄弟の激突。だがその瞬間、李白の仕掛けた最後の罠が発動する。李白にかばわれるケンシロウ。一方ラオウの身は砕かれた床とともに落ちていく。血を流すラオウ。しかし顔を上げた先にはユリアの姿があった。やはり天はこのラオウを望んでいるのだ。どいつが相手だ。返せ。おお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 オクト百裂拳。おーっさーふふふふ粉々に砕いてくれるわ。反流飛河。超本列。勝負案。失ってはならぬもののために。ユリアが奪われた。ケンシロウは李白と共に生還したものの両目に傷を負ってしまう。己の判断を悔やむ李白。海の李白、一生の不覚。心配する李白をよそにその場を去ろうとするケンシロウ。自身の心に生きる芯を感じながらラオウとの決着に心を燃やす。今のラオウは手負いの獅子。今倒さねば触れるもの全てを打ち砕く荒れ狂う暴挙勢となろう。お前ごときでは俺に勝つことはできん。返せ。
超雷撃。みんなにご加護。もらった。天照本列。失ってはならぬもののために。去ったラオウ、その心は夢で怯えるほど恐怖に蝕まれていた。うなされるラオウに対し、もう勝負はついたと告げて立ち去るユリア。情けをかけられたと感じたラオウは激高。心惹かれた女の情けは男にとって最大の屈辱。もはやラオウに剣王の名は不要。その身が誓うのはただ一つ、ケンシロウの打倒。魔王となりて、ケンシロウを血の海に砕き沈めてやろう。次に死にたいやつ、前に出る。クイシュッパーおいえねっは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 みんなにご加護。シャオ今だ。雲山霊山か。おりゃ、うん、勝負案。失ってはならぬもののために。
さらわれたユリア、傷を負ったケンシロウ。村にとどまっていた不動はその事実を知らされ、ナントの兵から助力を懇願されるも、不動には守るべき子供たちがいる。しかしその子供たちが不動の背中を押す。不動は戦うことを決意する。とその直後、ラオウは剣王軍を率いて自ら姿を見せた。この肉体より恐怖を拭い去り、魔王となるにはウヌの剣と命が必要だ。知りてぇのか。返せ。おお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 おショウ本列。返せ。わあ、たた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 たショウ本列。アベシ勝負案。失ってはならぬもののために。突然現れた剣王軍、あまりの数と威圧感に子供たちは固まってしまう。ラオウが必要としていたもの、それは不動の中に流れる鬼の血だった。何故鬼の血を望むのか、不動は問いかける。ケンシロウとの対決を前に恐怖したか。心を見透かされたラオウ、声を荒げ不動に命ずる。不動よ、鬼人となって我と戦え。さもなくば子供は全て殺す。すでに戦う覚悟ができていた不動は、ラオウを戦いの場へと連れていくのだった。次に死にたいやつ、前に出る。返せ。終わりよ。北斗天照雷撃、全破喝采。祈りよ。北斗神拳究極奥義、武装転生。終わった。北斗究極奥義武装転生の前に死あるのみ。
鬼人不動。それはかつてのラオウが唯一恐怖した存在。若き日の記憶、鬼の異名を持つ不動は龍拳、そしてラオウたちの前に現れた。その異名の通り、不動は鬼のごとき力で龍拳の弟子たちをたやすく粉砕。負けを認めた相手の命すらも無慈悲に奪うのであった。殺戮の限りを尽くす不動に龍拳は問いかける。お主、物の命を何と心得。だがその質問は不動にとって何の意味も持たなかった。母も知らぬ、父も知らぬ、故に命も知らぬ。親からの愛情を受けられなかった男不動、その言動に人の情と呼べるものはなかった。殺されに来たのか。返し天山両山か。北斗天照雷撃。超本列。北斗百列拳。おっさん。粉々に砕いてくれるわ。安流飛河。勝負。俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。金と食料を奪い立ち去ろうとした不動。その巨体を止めたのは若きラオウの視線だった。なんだ貴様。鬼の目に睨まれたラオウは恐怖に体がすくみ立ち上がることすらできなかった。記憶に深く刻まれた鬼人の目。ラオウはケンシロウに抱いた恐怖を拭うため、同じく恐怖を抱いた鬼の気を飲み込もうとしていた。一方、不動もかつての自分を思い出していた。それはまさしく悪鬼の生活、人道から外れた鬼の所業。だがある時、不動の前に一人の少女が立ちはだかった。それは幼き日のユリア、後に不動が仕えることになる女性であった。不動の剛腕を目前にしながらも立ちはだかるユリアに不動は問う。何を隠しておる。命を捨ててまで何を守ろうというのだ。ユリアが守っていた扉の先、そこでは新たな命が誕生していた。ユリアは生まれたばかりの子犬を不動の手に乗せた。暖かく、そして小さい。それは不動が知り得なかった命のぬくもりだった。不動はこの時ユリアに対し、知るはずもない母を見た。その日を境に内なる鬼と武具を封印。だが今、ラオウを倒すべく不動は自らの封印を解く。この不動、汚れなき命のために鬼人となって戦おう。
食料置いていけ。開始！岩山両山か。デイ！ウリエ！ハッ！方針決勝！ルア！トリア！ホワイ！アタ！開始！アタ！アタタタタタ！ホワイ！天照本列、開始！わあ！たた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 雲流飛河！やだ！あだだだだ！ほら！はあ！天照本列！失ってはならぬもののために、眼光鋭くラオウを睨み、不動の巨体は闘気をまとう。闘気はよみがえった。だが鬼の剣が錆びついていれば戦いは無意味。ラオウ、不動を試すために部下をけしかけた。ラオウでさえ恐れたその力がついに解き放たれる。食料置いていけ。開始！岩山両山か。終わりよ。ヘン！ハッ！ワッ！ワッ！ワッ！ヘンティア！天下喝采。天照本列、開始！わあ！たた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 雲流飛河！やだ！あだだだだ！ほら！はあ！天照本列！失ってはならぬもののために、襲いかかるラオウの部下、その腕を不動は容易に打ち砕いた。そして一切のためらいなく首を締め上げる。あっさっ、その姿はまさに奇人。
不動の闘気はますます高まり、求めた通りの光景を前にラオウは笑った。うわその心、その剣、共に鬼人に戻ったか。この俺をここより引き裂かす弓をいさせてみよ。うおぉ貴様の血とともに恐怖を飲み込んでくれる。うおぉうおぉなりゃうおぉこれだ。悲しみが恐怖、これが恐怖を感じたもの。よっ、この方を進ませるのは子供たちの心。この目は見しろ。死ね。この不動、汚れなき命のために鬼人となって戦おう。返せ！うりゃ！北斗天照雷撃！天よ。うりゃ！この私の祈りでこの世に光をもたらすのであれば、この光が皆に届きますように。ねっ、粉々に砕いてくれるわ。反流飛河。岩山梁山か。終わりよ。天下喝殺。皆にご加護。北斗神拳究極奥義、武装転生。ここで俺が倒れても、その体に恐怖が刻まれている限り、もはや二度とケンシロウには勝てぬ。悲しみを知らぬ男に勝利はないのだ。貴様らなぜこの剣王をいなかった。
かし、あの時不動を射れば破れて命を拾おうとは思わぬわ。Yeah.